動画をご覧いただきありがとうございます。中島元気です。今回はヤフオクの基本的なリサーチについて動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずこれはヤフオクのトップページなんですけれども、ここのですね、検索窓、すべての商品から探すっていうところに、好きなキーワード、例えば、そうですね、ゲームであればドラゴンクエストとかですね、具体的な商品名でもいいですし、限定とかですね、そういったまあキーワードを入れて検索できるようになってます。はい。で、左側なんですけれども、カテゴリーから探すっていうふうになってまして、コンピュータ、家電、AV、カメラ、音楽、CD っていうふうにですね、いろいろカテゴリーを選べるようになってます。で、さらに、右に移すと家電 AV カメラからまた絞、カテゴリーを絞れるようになってます。はい。今回は、カメラ光学機器でいきたいと思います。でですね、次の画面に移ってまたですね、ここから、さらにいろいろ絞れるようになってます。はい。で、絞っていくと、こういうふうに縦にですね、商品がずらーっと並ぶ画面になります。その左に行きますと、価格帯、商品状態、出品者などですね、を選べるようになります。はい。この左側ですね。それで、ここのですね、四角い枠で、またいろいろ選べるようになってまして、おすすめ順とかですね、価格の安い順とか。ここでまあいろいろ選べるようになってます。はい。で、僕が結構利用するのは、残り時間の短い順ですね。そうしますと、このようにですね、残り時間が1分、1分、1分、こういうずっと1分ですね。1分で終了する、残り時間の短い商品が並びます。まあ、残り時間が短いっていうことは、まあ、その日のうちに、入札結果が出るっていうイメージですかね。まあ、早めに入札結果が出るんで、僕はそれを好んで結構リサーチしてます。それからここのですね、今20件になってるんですけども、ここをですね、100件にします。すると、この1ページですね、100件、表示されるようになるんですね。まあ、20件だと、どんどんそのページをめくっていく手間があるので、ここは100件にした方がいいと思いますね。はい。それから、商品を見ていくときに、ここの入札、入札がですね、入っている商品を、優先的に見ていくのがいいと思います。というのは、入札が入っているということはですね、商品が人気がある、需要があるということなので、売れる可能性が高い、そういった商品になるので、ここはですね、入札の入っているものを優先的に見ていった方がいいと思います。はい。今回は以上となります。参考にしてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。失礼します。